縦 5.5 センチ、横11センチのかまぼこ板に描かれた心和む風景。そして愛嬌のある箱のキャラクターをモチーフにしたイラストレーション。松山市錦町のギャラリーキャメル系で鶴井康美のかまぼこ板水彩画、鶴井智美のイラストレーション親子展が行われています。この展覧会は松山市にお住まいの鶴井康美さん、智美さん親子がそれぞれ趣味で描いている作品を一緒に展示しているもので、昨年に続き2回目です。今回は康美さん12点、智美さん30点の作品が並べられています。きっかけなんですが、2年前3年前にこちらで展覧会をされてる方とお会いしてお話をして、母と展覧会ができる間にしたいなという思いがあったのがきっかけです。正直できることが嬉しいですね。もうだんだん年がいくとなかなか描けなくなるんで、今の描けるうちに言ってくれる間にと思ってやってます。母康美さんはかまぼこ板に描いた水彩画を中心に、鮮やかな色合いの自然の中でほのぼのと過ごす人々の姿を捉えています。かまぼこ板の小さな板の中によくこんだけ細かく描けるなというのが一番の感想です。はい、目もつらいと言いながらいるんですけど、私にはここまで根気がないなと思っていつもすごいなと思っています。おもごの山の行った時の神聖な感じというか、もう自然の本当中にいる、そんな中で子供たちの姿を見ると天使に見えるか、いいなと思って、それがずっと頭にあったんで、写真を撮ってたのを元に描きました、はい、一方娘の智美さんの作品はパネルに珪藻土を塗り、独特な質感になったキャンパスの上で愛嬌のある箱のキャラクターが自由に飛び回っています。どう言ったらいいか、私らとはちょっと感覚が違う、うっと笑えるような楽しいのがあるんじゃないかと思うんですけど、ここ2年はコロナ禍で、お家に引きこもっているとか、職場と家の往復だけでいろんなところに行くこともなくっていう、なんかそういう感覚があったので、ちょっと箱という世界の中で生きてるなっていうイメージでちょっと描き始めています。引きこもって箱の中にいるみたいな風にはならないようにと思いながらしてます。親子それぞれ違った手法ですが、共通するのは見る人の心を癒すようなどこか優しい視点です。かまぼこ板では桜の絵が多いんです、でその中にちょっと子供とか人物とかを入れて楽しい感じを出して、見てもらった人がふっとこう和むような、そういうのができたらなとは思ってます、この親子展は8月19日までギャラリーキャメル系で行われています。